WVHS は1993年1月8日日本ビクターから発表された民生用アナログビデオ企画である。HD、SD 記録が可能で VHS 企画の上位企画として策定された。VHS 企画シリーズの特徴に上位互換性が保証されていることがある。このため WVHS は VHSSVHS などのテープの再生、 録画が可能となり、過去のライブラリーが有効活用できる利点がある。W.VHS テープに記録された HDSD 映像は通常の VHSS、VHSD、VHS デッキでは正常に再生できないばかりか、カセット構造が異なるため、VHSS、VHSD、VHS デッキに無理に挿入すると故障の原因となる。 WVHS は記録の方式やシステムについては VHS 方式を基本にしているがテープはより高出力を求めと不型のメタルテープを採用しカートリッジも DV テープのような防人タイプとした記録モードはハイビジョン記録が可能な HD モードアナログ地上波放送など NTSC 信号録用の SD モードおよび NTSC 信号の2チャンネル同時録画が可能な SD にモードがある。またテープへの記録方式は、ムービー利用や世界展開を見越し、ミューズではなくにトラックパラレル記録によるベースバンド方式である。このため、ミューズハイビジョン放送をデッキ単体で録画できないが、録画した映像はハイビジョンテレビに接続するだけで再生できる。また、NTSC 信号の記録モードである、 SD モードはハイビジョン180分用のテープで540分記録することができる。この時の記録周波数は軌道信号 6.5MHz、色信号 1.5MHz までとなっている。かつ HD モードと同様に軌道信号と色信号をテープ上で別々の領域に記録するティシー方式を採用しているため軌道と色の干渉がほとんどなくメタルテープ化による S。 N の向上もあって、SVHS と比較しても相当な画質向上が図られていた。そのため、ハイビジョン録画を行わないユーザー、業者でも、高画質な NTSC 信号記録機器として導入する例が見られた。規格制定当時は、将来の主流放送として、ハイビジョンを想定していたが、ミューズ方式に対応したテレビミューズ、デコーダービデオデッキいずれも、SD のみ、 対応のテレビやノーマル VHS、SVHS と比べて大変高額であり普及しなかったことから民生用 WVHS ビデオデッキは日本ビクターの2機種、そして家庭用ハイビジョンビデオの研究をしていた松下、及び日立がこれら2機種の OEM 提供を受けて発売したものだけで終わった。業務用としては放送局、制作プロダクション向けに加え、 医療用として病院向けにも販売された。2000年には BS デジタル放送の開始に合わせて実質的な後継企画である DVHS が日本でも登場している。2007年にミューズ方式を利用したハイビジョン放送が終了したため WVHS 方式は役目をほぼ終えたと言えるが別途 BS デジタル放送、地上デジタル放送対応テレビやチューナー、 CATV 用デジタル、放送対応セットトップボックス等を接続すれば、より高画質で記録、再生することが可能である。ただし、アナログハイビジョンの記録用途を想定して規格化されたため、有効水平操作線数が1032本であり、デジタル HDTV の1080本のうち1032本分しか記録できない。 WVHS 専用テープは120分のものをビクターアドバンストメディアが長らく製造・販売し放送局や制作プロダクションなどによっては WVHS を機材の一つとして活用していた場合もあったが2014年1月末をもって WVHS 専用テープは生産完了となった。WVHS を市場から追い出した。 デジタルハイビジョンはダウンサイジングが進み、2010年代後半のスマートフォンでも WVHS を凌画する高画質を実現することに成功した。ありがとうございます。